はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト2では続きをやっていきたいと思います。牢屋の鍵を手に入れましたので、またちょっと世界を回りますか。ローレシアは大丈夫、リリザ、サマルトリア、まあ、サマルトリアはね、牢屋があったんですけれども、特に物語上では重要なことはないかな。まあ、開けて回りますか。坊主、いいことを教えてやろう。銀の鍵を手に入れろ。そんなのいいわ、もう。どうせもうすぐ世界を破滅するんです。盗みくらいいいじゃないですかねって。世界が破滅するかといって、盗みをしていいわけがないだろう。じゃあ、ここは、特にこれで終わりなんで、ムーンペタ。で、ムーンペタは、なんか変な魔物がいたところがあったんで、そこを開けていきましょう。で、確かそこに紋章があったような気がするんだけど、このグレムリンみたいなやつか。キーキー、このグレムリンはなんでここに捕まってたんだ。ベビルだし。イカズチの杖を手に入れたんで使ってみますか。どんな効果だっけ。火の息、消した。イカズチの杖、おお、強いね。あとはこれが1グループなのか敵単体なのかっていうところも結構重要だよな。ベホイミってさ、完全にマックスに回復されたよね、これ。あとはぶん殴ればいいか。下っ端も、うん、攻撃力はまあまあ上がってるね。レベルアップ。下っ端かな、これは。下っ端だね。素早さ、身の守り、うん。で、ここで水の紋章、さらにちょっと道具を一回整理しますか。売りに来た鋼の盾。あとは正直さ、もう潜水とかいらないよね。牢屋の鍵とか売れるんだ。魔導士の杖、てかイカズチの杖1万9500円で売れんだ。すっげえ超高級品だな。もう売らないけどさ、さすがに。で、道具も預けちゃいましょう。ミックスはない。素早さの種。あとは下っ端かな。下っ端はなしか。で、ロトの印を手に入れたんで、じゃあラダトームへ飛びましょう。ラダトームへ飛んで、あの変な教会のおっさんだったっけ、あいつにロトの印を見せましょう。ウミウシ、ガズチの杖くらい。グループだね。25 15、結構ばらつきがあるな。本当にばらつくよなこれ。そういえばさっきのベビルとの戦いでそれなりにヒットポイントは減ったからな。下っ端とか回復しておいた方が良さそうだけど、まあいっか。しびれクラゲ、しびれクラゲ。タホドラキはもう絶対これで倒せるでしょう。強いね、イカズチの杖マジで。まあさすがにベギラマっていう効果ではないよね。ベギラマはね、もうちょっと強かったと思うんですよね。で、こいつに話しかけて、おお、わしは待っておった。勇者ロトの子孫が現れるの。そなたたちにロトの兜を授けよう。ロトの兜を見つけたと。で、ロトの兜が装備できるのってミックスだけかな。ちょっと見てみましょう。守備力上がる。あ、装備できないね。ってことはさ、ロトの兜手に入れたんだったら鉄兜みたいなのいらないね。結局買わずに終わったな。で、あとはまあどこ行くのかっていうと、とりあえずローレシアに飛んで、なんかローレシアの南にデルコンダルっていう国があるよみたいなことを言ってた人がいたんで、そこを目指しましょう。で、デルコンダルの王様がなんちゃらの紋章を持ってるみたいなんで、それを取りに行きましょう。イカズチの杖、このタホドラキーはだだっ広い海の上を飛んでいたのか。
力尽きたらどうすんだろう。棍棒とかマジでいらんわ。ホークマン、これは雷の杖の出番だ。いいね、17だったけどダメージソースには十分だな。よしよしよし、じゃあこのまま下へ行きましょう。やっぱり出現率は高いな。ちょっと動くと敵が出る。下っ端22、攻撃力もかなり高くなってるね。いいねいいね。でここにね祠があるんですけど、これはね今は意味がないんで、とりあえずこんな感じかなと。いやもう本当にあんな感じがずっと続くだけなんで。で紋章を全部手に入れるとまあ意味があるっていうような場所ですね。でここがデルコンダルか。敵は出なかったな。お前も格闘試合に出るのか、くれぐれも命を粗末にするなよ。全く王様の格闘好きには困ったものです。この前も旅の戦士をキラータイガーと戦わせて、その戦士は大怪我をしてしまったんですよ。大怪我でよく済んだな普通殺されるだろう。ここは戦いの広場、勇者たちのスタジアムでございますわ。ああ、戦ってる男の人って素敵。そういう墓これ開けられるよね。開けられる。ガルルルルル。別に戦わないんだ。まあイベントで戦うんですけど。嵐の夜、一隻の船が財宝とともに海に沈んだそうです。なんでも財宝の中には山彦の笛もあったとか。ああ、山彦の笛ね。そういうのもあったね。あまり物を持ちすぎず、いらなくなったものは売るか預けるか捨てる。これが旅の秘訣ですよ。うん、まあ今やりくりしてるからね。俺はガイアの鎧を探している。風の噂でこの辺りの武器屋の親父が持っていると聞いたのだが誰がそういう噂流すの。しかも結構的確だよね。ここは特に、ああ魔法の鎧が売ってるのか。呪文のダメージを軽減する。うん、それはいいね。もう鉄兜とか確実にいらないね。鉄兜代が浮いたな、そう考えると。一応寝ておく。75円って結構たっけーな。でこのじいさんは、わしは占い師、何かお探し物かな。はい、では占って神税を。むむむ、塔じゃ、塔が見える。探し物はここよりはるか西、孤島にそびえる塔の中にあると。出た。なるほど。こいつなんだ。お前はいつぞやの。そうか、ついに牢屋の鍵まで手に入れたか。金の鍵のことを教えてやった甲斐があったというものだ。ではありがたく出させてもらうぞ。お前たちも元気でな。何こいつ、こんなやついたっけ。いつぞやのって何。なんかあるかなここ。あ、あった、やった、力の種。早速預けよう早速使うんじゃなくて早速預ける。もうドーグランがね意外にね圧迫するからね。ロトの印ってもういらないんじゃない。なんかあったっけ役に立つこと。まあいいや、預けちゃおう。で王様に話しましょう。はるばるデルコンダルの城によくぞ来た。わしがこの城の王者。もしわしを楽しませてくれたならそなたたちに褒美を取らせよう。どうじゃ。 OK、 楽しませてやろう。ならこのスタジアムの真ん中まで進むがよい。こっちの方とかは、ははどこ向いてるんだあいつキラータイガー、どうしようかな。眠らそっか。ゲッツェ効かない。何かわされた。どうしよう。マヌサ、幻に包まれた。うお、会心の一撃やった、倒した。204か、普通の敵と同じだね。あっぱれあっぱれ、見事な戦いぶりであった。わしからの褒美じゃ月の紋章を与えよう。そなたたちの活躍を期待しておるぞ。そんなんで月の紋章くれるんだ。こっちの方も回っていけますねと。
で、デルコンダルはね、もう正直これだけなんで。あ、旅の扉がある。アサロー。ガイアの鎧、やったぜ。聖なるナイフ。さようなら。気づかない親父も親父だよな。あれ、いつの間にかガイアの鎧がなくなってるって。これ、どここれ。あ、これ、あそこか。なんだっけ。忘れちゃった。あ、全然違った。どこだこれ。ヤマネズミ、オオナメクジ。すげえ最初だな。ローレシアの下か。なるほどなるほど。じゃあどこへ行こうかね。とりあえずはデルコンダルに行って、はるか西になんかあるって言ってたよね。妖術師、強そうだ。ベギラマを唱えてきそうだけど、とりあえず攻撃だったか。あ、強い。50でも倒せないんだ。やっぱりな、下っ端がな、結構ダメージ食らうんだよね。本当にね、防具がない、下っ端用の。レベルアップ。手下トラマナ。あ、やった、トラマナ覚えた。ってことはよ、いろんなところに行けるね。また街の中にもね、ダメージゾーンあるからね。まあ、まずはこの西に向かいましょう。手下がね、一発で倒せないからね、ミウシ。ただ逃げてった。光の剣とか欲しいけどね、めっちゃくちゃ高かったからね。ここはあれか、邪神の像を使うところか。邪神の像じゃなくて、なんだっけ、月の紋章か。え、どこに行けばいいの。はるか西なんてなくね。ちょっと待って、あと地図的にはね、こっちの方にあるんだけど、これはあれだ、風の塔だ。あと行ける場所、一回ルプガナに出るか。違う、ルプガナじゃないな、ここは。間違えた、ベラヌールに出よう。で、ベラヌールから船に乗って、で、ここは祠があって、こっから出てきたんだよね。おらおら、あ、西に何かがあるって言ってたのはあれか、デルコンダルの占い師の親父か。ちょっとここの中に入っていこう。どっからどう行けばいいんだこれ。とりあえず行けるとこまで行こう、船で。え、ここに出てきて、これはなんだ。で、くるーっと回っていくのかな。マンドリル、まあ雑魚だな。とりあえず攻撃をしていこう。地図的にはね、何かがあるんだけど、リビングデッドか。イカズチの杖。おお、強い。村がある。バギーみたいだな。めちゃ村がある。バギーのちょっと強いバージョンっていう感じかね。まあ、ほぼバギーだけど、でもそれでもね、タダで使えるっていうのがめちゃくちゃでかいからな。レベルアップ。ミックス、力、素早さ、身の守り、ヒットポイントと。で、街がある。これいけるか。いけるね。
妖術師。ベギラマ来た。32、42とか、やっばい。死ぬ。マジめっちゃ強いんだけど、これミックス倒せないと危ねえ。いやこれね、魔法使ってくる敵ほんと強いわ。蹴散らずベホイミでいこう。いや危なかった。ベギラマ2発食らったらこれ確実に死ぬな。でとりあえずここに入るか。これ何の町だっけ。テパ。私は旅の兵士。何でもこの村には、羽衣作りの名人ドン・モハメドがドン・モハメドのか気難しくて気に入った道具と材料がないと仕事を引き受けないと。商人仲間の噂では満月の塔に月のかけらという不思議な石がある、どんな力が秘められているかはわからないと。はやぶさの剣売ってんで25,000円とか、まあ、2回攻撃だからねこれ。魔法の鎧が買えるね。力の盾とかさ、これ確かベホイミの効果あったよね。自分にしか使えないんだっけ。魔法の鎧欲しいね。ベギラマのダメージを軽減できるからね。6000円か、まあ、割とお買い得ではあるかな。先に手下だな。いやそうか、もうみんな三河橋の服か。あ、ガイアの鎧があるんじゃ。ちょっと待って、道具を一回揃えよう。売りに来た。でまずコンボいらん。あとは聖なるナイフもいらない。で道具が空いたからちょっと手下ガイアの鎧。130装備できない、装備できない。で三河氏の服は売っちゃいますかと。で買って魔法の鎧、まあ、防御力はガイアの鎧の方が強いね。だからこれをそのまま手下に装備させて、で三河氏の服は売っちゃいましょうと。でそこから水の羽衣も作りたいんだよね。水門の鍵を取り返してくださったんですね、ありがとうございましたってそんなん知らんわ。この村の南に満月の塔がありますと。船で行けたと。私はジーナ。うちの宿録ったら、宿録でいいの。水門のところで飲んだくれてる。わしはドン・モハメ。この村で隠居する者。このわしに何か言うか。いいえ、そうじゃろうそうじゃろうって。わしの方は用はない。うん、まあ言われればその通りだよね。じゃあちょっと聖なる織機とかを持ってきますかね。水門を開けよう。さすれば乾ききった川にも流れが戻るであろう。もうおじいちゃんたらこれしか言わないの。道具屋ですと。もう道具屋はな、ろくなもん売ってないよな。これ何。あ、宿屋か。寝よう。めっちゃ高いな。120円もするのか。まあ、こういう田舎はね、多分人がいないからしょうがないんだよね。取れる人から取らないと。うぬぬラゴスのやつめ。私の足がもう少し速ければ、おめおめ逃がしはしなかったものを。あ、逃げられたんだ。で、犬がいますと。ワンワンワン。まあ、この犬がいることで、こっちの方も行けるんだよというのが、わかりますね。うわ、ジーナ、俺が悪かったら許してくれ。ん？ジーナじゃないのか。いいか、俺がここにいるって内緒だぜ。いいえ。あんた結構冷たいやつだな。いや、俺は女の子の味方だ。なんでお前のようなおっさんの味方しないといけないんだ。これで水門の鍵を使うのかな。おお、水が。あんないっぱい水溜まってたか。で、とりあえずここがテパか。なるほどなるほど。でどこだっけ、ベルポイとかだっけ。もう町の名前がわからん。あ、違うな、ここじゃないとこ。あ、リフトとか使っちゃったよ。ザハンか。じゃあ、あ、ここ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 だよね。なんかバリアゾーンがあるとこ。あ、そうそうそう。でここで違うお引き取り遊ばせ、神殿を荒らす者には災いが降りかかりましょう。そんなのね、気にしてたらハーゴンなんて倒せんよ。で、あ、あそこなんか人がいる。
ここら辺なんかまず落っこってないか、落っこってればねびっくりマークが出るんで、開けて聖なる織機をゲット。よしよしよし、トラモラもう切れてるよね。ちょっとあのおっさんのところにも行きたいね。全然気づかなかったわ。宝箱、祈りの指輪、よしよしよし。じゃあこの2つはハーゴン退治のため有効に使わせてもらいますよと。で、この親父のこっちの方から行けばいいのか。俺はラゴスという男を追い求めてテパの村からここまで来た。ラゴスは盗っ人、どこかの牢獄に入れられたと噂に聞いたのだが、だいぶ情報が上下してるね。だいぶ済ませちゃったからな。で、テパの村に行けばいいのかな。で、テパの村から預かり所あったっけ、ここ。預かり所で、雨露の糸を引き出したかったけど、こいつは違った、全然違った。いや、いなそうだな。いねえわ。絶対預かり所があるのはルプかな。さて、預かり所はここか。引き出すと道具、雨露の糸、まあ誰だったんだけどね。水門の鍵はもういらないっしょ、これ預けよう。銀の鍵もなんかもういらない気がするんだけどな。いや、預けちゃおう。牢屋の鍵は持っておいた方がいいでしょう。で、金の鍵もまあもちろん持っておいた方がいいんで、薬草薬草、水門の鍵はいらない。あと下っ端は特になしか。よし、これでじゃあ一回テパに行って、で、水の羽衣を作ってもらいましょう。水の羽衣ってこれどうだったっけ、なんかセーブしてロードすればすぐできるんだっけ。お若いの道具を揃えてきたらどうしてもこのわしに仕事をさせたいらしい。よし、水の羽衣を折って神前を。しかし時間がかかるぞ。日を改めて取りに来るがよい。まだできてない。宿屋で寝るんだっけ。ちょっと一回宿屋で寝よう。一晩120円使うけどしょうがないね。一晩寝て出来上がってるかどうか。おお、できたできた。早いな。そちらの娘さんに着せるとよかろう。おお、それは似合いそうだ。どこにある、あった、雨露の糸で織り上げた羽衣。これまあみんな装備できるんだよね。強いな、一気に守備力上がるな。よーし、これでだいぶみんな装備が整ってきたね。じゃあ満月の塔とやらに行きますか。一歩だな。これ本当にここが多分砂漠だったんだよね、もう覚えてないけど。で、敵はグール。順番的にはさ、これ合ってるんだか間違ってるんだかよく分かんないんだよね。船を手に入れるといろんなところにさ行けるようになるから、まあ順不動でクリアできるんだけど、その敵の強さ的にどっから行けばいいんだか。会心の一撃、まあそこまでは強くないか。やっぱりね、雷槌の杖を手に入れたのがでかいね。でもこの塔はね、はっきり言って全く覚えてない。全然記憶ないんで手探りで行くしかないな。不思議な木の実、ただアイテム的には結構貴重なものがあるね。うわー、気づいてないっていうのがせめてもの救いだな。これはゴールドオークに使おう。効かない、マジか、イカズチが効かないって。しかも強くねえか。ちょっとこいつ寝ててもらおう。あーでも攻撃力はそんなに高くない。濃い実を唱えてくる。いや、パピラス、いけ、パピラス2回攻撃だ。
早急に始末する必要がある。これは早めにベホイミンを唱えよう。バピラス。あ、一回攻撃の時もあるのか。そういう感じね。ゴールドオーク、見た目に反して攻撃力は高くないね。防御力がちょっと高い。593円ってすっげえ金持ちなんだけど。もうあるところの階段をどんどん登っていってるんだけど、だいたいこういうのってすっげえ地獄の使いとか絶対こいつベギラマ唱えてくるよ。アスクルとか怖えな。え、全員、あ、そっか、味方全員ってことか。ミックスで倒せる？よし、倒した。イカたちの杖2発目。おお、めちゃくちゃダメージが通ったね。いや、腐った死体は全然強くないね。経験値と金がすげえな。あれ、これって鍵が合わないって、マジか。銀の鍵預けてきちゃったよ、マジかよ。とりあえず捜索だけはするか。悲しいな、やばい。ベギラマ怖い、やられる。雷ごときじゃちょっと。これはベホイミを二人唱えよう。早い、やられた。地獄の使い、これはかなりの強さだ。退却せざるを得ないな。キメラの翼持っててよかったわ。これで歩いて帰ろう。行けるはずだ、この距離なら。よし。で、ここには預かり所がないから銀の鍵取り出せねえな。手下、手下を蘇らせるか。いや、マジでベギラマ強い。2回ベギラマをやられるとな、壊滅するからな、パーティーが。こういうところがね、ほんと昔のゲームの厳しいところだよね。いや、これでもリメイク版なんで相当楽になってるはずなんですよ。ロトの剣とか絶対サマルトリアの王子装備できなかったから。ファミコン版だと銀の鍵持ってこう。で、預けよう。ロンダルキアに行く前にちょっとこの種を全部使いましょう。で、今は取っておくと。お金はいいか。これで大丈夫かな。三河島の服は売るか。三河島の服と。で、寝よう。あれ、寝たんだっけ。よく分からんけど、とりあえず寝ておこう。で、どうしようかな。またテパの村に行く、それとも新しいところを探すかどうか。といってもな、新しいところは特になさそうだからね。やはりテパの村から満月の塔に行くしかないかな、今やることといえば。この船に乗る謎の行動。じゃあ少し別のところから攻めていくか。あー、なんかいる。あれが欲しい。階段がいっぱいあるね。げえ、何にもねえし。ここの階段を登っていこう。まあ、グールごときはね楽勝だよ。いや、地獄の使いがベギラマを使ってきて、悪魔神官がイオナゾンを使ってくるってことか。33とか攻撃力は高えな。
下っ端。おお、もうベホマ覚えたのか。まだ全然ベホイミで十分なんだけどね。ベホマのお世話になるところなんてあるか。え、ここに出るのか。なるほど、こういうところはどうなんだろうな。出たー、バピラス。こいつは早急に1体ずつ確実に倒していきたい。仲間呼ぶんだ。オッケー、ノーダメージ。あれ、これ落ちるだけだよね。こういうとこっていけないのかな。またバピラスかよ。強いね、イカズチの杖。苦労して手に入れた甲斐があったな、本当に。こういうのね、知らないとね、ずっとイカズチの杖とか持ってないまんまだからね。そういうのが辛いんだよ。パペットマン、ゲーマジックパワーが奪われた。効かない、イカズチが効かないって相当タフだよね。ゲー、しかもスクルトまで使ってくるのかよ。あんまり守備力は増えてないねんから。手下がな、ベギラマを覚えてくれればまた大グラクになると思うんだけど。結構かかったな、3ターンかかったか。会心の一撃、出た、地獄の使い。ベキラマ早い。いや、これは厳しい。危なかった、一体で怖い。マジで地獄の使い怖いわ。魔導士の杖、いいもの持ってるね。金になる金に。ちょっとベホイミをどんどん唱えていこう。で、下っ端はあれでいいかな。今ある薬草を使っていこう。まあ、最悪祈りの指輪がね、2つあるからね。マジックパワーが枯渇しても使っていけるし。これさ、どうなのこの扉でいいの。まあいいや、行くか、せっかくあるんだから。で、下に降りていって、ゴールドオークか。なぜか離れてるよな、このゴールドオーク。いつもこいつはもう全然怖くない、正直。ただのね、金を持ってるカモだよ。ヒットポイントがそれなりにあるのか。で、早いね。最近先手を取れないな。レベルアップ。よし、手下。ベギラマはまだ覚えない。早くベギラマを覚えたい。これはどんどん下っていってるけど、あ、ここに出んのかモンスターゲー、しかも悪魔の目玉とか。すげえ目を見開いてるな。ゲー、甘い息。寝たー。うおー、ひどすぎる。一体ずつ確実に排除していくか。しかもこいつさ、不思議な踊り踊ってくんのかよ。うん、なかなかの経験値を持っているね。ミックス、力、素早さ、身の守り、あんまり上がらない。月満ちてかけ、潮満ちて引く、すべては定めじゃて。ここは満月の塔、さあその宝箱を開けるがよい。それも定めじゃて。やったぜ。案外早く手に入ったね。ただまだちょっと探索してないところがあるんで、そういうところは行っておきたいよね。宝箱とかがありそうだし。まずはここの階段を登って、あの階段も登ろう。出たー、地獄の使い。これはもうマジで、魔法塔を唱えてる暇があったら1体だからね、ぶっ倒そう。これで大丈夫でしょう。
まあ、2体出てきた時はもしかしたらマホトーンっていうのも有効かもしれないけどね。さああとはこの上に何があることやら。あ、宝箱ある。おお、気づいてない。これはもう普通に起こしていこう。早い。手下がちょっと減ってきたな。下っ端の会心の一撃頑張ったね。マジックパワー的には下っ端の方が全然高いのか。もうちょっとねバギーがねまた役に立たなくなってきて。祈りの指輪とか何個目よこれ。マジックパワー割と使っていけるんじゃないか。うわ出た、地獄の使い2体どうする。絶対さでも1体倒せるんだよね。寝ててもらう、寝ててもらうか。 BA、 よしよしよし、危ない危ない。いやお前じゃないB が寝てて欲しかった。ルカナン、あー怖い怖い怖い。軽守備力むちゃくちゃ下がったんだけど。マホトーン、いや怖いわ地獄の使い本当に。もう少しレベルが上がって先手を取れればね安心感はあるんだけど、だいぶ金が増えてきたな。9200円か。あれどっから来たっけ。来た地獄の使い。寝てろ。スクルト、スクルトを唱えられると、うわベギラマック40とか。寝た、効かない。 B を攻撃しろ、なぜ A を攻撃する。下っ端がただ一番早いからな。これはベホマン使おう。ベギラマック来たかしかも別の人に唱えてくんないのかよ。そうかミックスがやられてるから、これは倒すのを最優先にしよう。手下、手下が残ってれば倒せる。14、まあ下っ端は自分を回復させるか。うわベホマとかマジかよこいつ。長期戦になるぞ。てかマジックパワーまだ残ってんの、あいつめちゃ残ってんな。手下、いやルカナンとないよこれ。ちょっと一回防御力を下げないと。効かないとかそんなのありですか。守備力が1増えたってことはもうあれだね、増えないねあいつの守備力は。イカ槌の杖でなんとかするか。あ倒した。これに世界樹の葉を使うかどうかだよな。もうちょっと見ておきたいんだよね。一回こっちに渡さないといけないんで。手下よ、俺に世界樹の葉を使うんだ。生き返ったよし。まあまた持ってこれるんで。あれここなんだっけ。あっ違う違う違う、そうだここは扉を開けたところだよ。出た、もうこのパターンやだ、ほんとやだ。魔法トーンとりあえず唱えよう。でラリフォンも唱えよう。ベギラマー連発、寝ろ。よし寝た。 B が絶対効かないね。魔法トーン、よしよしよし。あとはちょっと回復しながら死なないのを最優先にしよう。ベホイミを唱えて、で手下と、いや地獄の使いがマジ鬼門だな。こんなの3体いっぺんに出てきたら確実にやられるな。で下に降りて、あとはこっちとか特に行けるわけではないのか。バピラスは倒しておこう。グールもね結構攻撃力自体は高いからね。
でもまあこのターンで倒せるでしょう。これだけ与えてれば。で、あ、宝箱あんじゃん。ほらほらほら、あ、守りの種も結構貴重なものがあったね。あれ、この中は、あ、そっか、あそこから降りてくるとあの中に行くんだ。そういうことね、そういうことね。だいたい地形が把握できてきたな。で、ゴールドオークはなんでこれ絶対離れてんの。どうしようかな、寝ててもらうか。効かない。そんなに頻繁には効かないね、ラリフォー。イカズチの杖と12か。ほら、効かない。22、まあ、やっぱり手下の防御力は低いんだな。レベルアップ下っ端ちゃん。金持ちだな。ただここの階段はだって普通にここに来るだけでしょ。マミー、悪魔の目玉から始末していこう。確実に。よし、会心の一撃。強いね、マミー。こっちはそうそうそう、何もないでしょ。でここに戻ってきたわけだから、この塔はこれで終わりか。で、あとどこ行けばいいんだ。ベルポイ、ザハン、デルコンダル、ベラヌール。え、あと行ってないとこどこ。結構行き尽くした気がするんだけど。あとはラタトームか。いや、まあまたラダトームに戻ってきたんだけど、別にラダトームが用があるわけではなくて、まずは寝よう。例によって、このラダトームからね、ずっと南に降りたところに変な塔があるはずなんで、とりあえずずっと下に下りましょう。おらおら、手下一発じゃ倒せない。よく逃げるな。手下が寝てしまったか。まあしょうがない、お前は寝てろ。でここに塔があるんで、ここへ行きましょう。誰に聞いたか知らぬが、そなたたちも紋章を見つけに来たのか。はい。紋章は物ではなく心の印、己の強さの中にその印が刻まれると聞いている。一体これはどういうことなんだろうか、さっぱりわからん。俺にも何を言ってんだお前はって感じだからな。まあ、とりあえずこの塔を攻略すればいいわけであって、めんどくさそうな形してるね。死神とか雑魚でしょこんなやつ。ん？もうすげえ適当に進んでんだけど。ゴーゴンヘッドがいるんだ。ギラとイカズチの杖、イカズチの杖で倒せるやつは倒したいけど、ミックスの方が早かったか。ってことはギラが相当無駄になったな。壁が崩されてるね。うわー、ミイラ男。これどうしよう、ギラとイカズチの杖を使った方がいいのかな。イカズチの杖が強いからね。でミイラ男はあれか、なんだっけ、竜王の城にも出てきてたから、マミーとはやっぱ違うねって。弱っ。先にこっち来た方が良かったんだね。
敵の強さが全然違うわ。全然楽。あそこと変わらないもんだって。布の服出た。こいつの装備布の服で、ゴーゴンヘッドはイカ好きの杖で始末しよう。なるほど、こういう順番の方が良かったんだね。本当はここを先に来るべきだったと。いやでもさ、順番なんてさ分かんないからね。いろんなとこ行けるから。でサーベルウルフもさ別にいつも通りの敵だし。いやもうイカ槌の杖で一掃よ、こんなやつら。うわ敵がただすっげえな本当に。でイカ槌の杖で打ち漏らしたやつを倒すと。いやさっきのさ塔と比べて全然気が楽なんだけど。地獄の使いがどうとかさ。またゴーゴンヘッドはイカズチのせいでいいでしょう。2ターンだな。ミイラ男がね手下一発で倒せないっていうところがちょっと悲しいかな。やはり早く光の剣を買ってあげたい。手下は確か光の剣が最高装備だったはず。いけねえのかいこっち。なんかどっか入れるとこないのかな。こっからはいけないですね。ちょっと回るか。時間はかかりそうだな。楽そうだけど。で時間がかかるっていうことは戦闘が多いっていうことだから、やっぱりここで少しレベルが上がって先へ進むっていうパターンだったんだな。でお金も貯まりつつ。いや全然わかんねえぞこれ道が。ガズチの杖ちょっと手下の攻撃が早かったけど28。あ全員倒したね。レベルアップ手下力めちゃ上がった。めちゃ上がった。めちゃ上がる時期にベギラマを覚えた。うわーいきなり襲いかかってきたけどさ、初戦機投資だからね。マホトーンとか大したことはない。下っ端はねマヌーサかけられたとしても別にイカ槌の杖を使うんで倒せなかった。うわめんどくさいことになりそうだな。まあでもこれで両方倒せるでしょう。まあ、ベギラマをね使うまでもないか。ここの敵に対しては力5素早さ6。今回はわりかし上がったね。いや待てよこれマジで全然わかんないんだけど道が。敵が本当に鬱陶しいな。え、かわされた。マヌーサ。これで終わりだ。まだ1回だもんねこれ。全然なんかどこにも行けてない気がするんだけど。ベギラマだったら一掃できんのかな。6くらい使いそうなんだよねベギラマって。マジックパワーを。でこっちの方に来て、死神はもう普通に倒そう。26。下っ端ちゃんでもそれだけ当たるか。どっかから入れると思うんだけどねこの中に。ちょっとベギラマ5か。ほら50とか。いや60超えるぞ攻撃。すげえ強え。
こんな強かったっけベギラマって。ここら辺から入れなかったっけ。いや、わかんねえな。ミイラ男、これベギラマ使おう。え、倒せないの。いや、でもこれで大丈夫でしょ。いや、ベギラマとか、マジいいわ。ちょっと一個ずつ、入れる、あ、入れた、入れた。で、上が行けて、宝箱をゲットできますと。570円、いいね。ちょっと階段に登る、階段に階段かよ。これはちょっと先へ進んでいくか。階段だらけだな。これさっきの階段のところに来るだけじゃん。ドラゴンフライ、ちょっと敵が強くなったかな、上に登ったから。ドラゴンフライってなんか炎を吐いてきそうなイメージがあるけど、別にそんなことはないね。ここも違う。あれ、ここの階段がで、こうだよね。あれ、なんだ、どうなってんだ。下ってことはここじゃないってことか。手下が早いね。素早さが結構上がったからかな。さすがにサーベルウルフ12じゃ死なないか。この上とか、あ、いけるね。で、多分あの右はなんか行き止まりっぽかったよね。何、アンデッドマンって。もうベギラマ使おう。ベギラマとイカ槌の杖の最高コンビ。あ、強えわアンデッドマン。なんで斜め向いてんだかよくわかんないけど。しかしこのコンボに耐えられる者はいない。この下は、これ絶対さ、あそこだよね。あ、そうだよね、なるほど。ミイラ男、これもベギラマで一掃するか。イカズチの杖ベギラマコンボ、ベギラマ。いやー、マジいいわベギラマとか。ここまでのね、火力がね、出なかったと思うんだよね、ファミコン版は。もうすぐね、ファミコン版と比較するんですけど、ファミコン版はね、ほんとね、難しいんで。おら、アンデッドマンに60与えるけど、60じゃ倒せないんだよね。ただアンデッドマン攻撃力弱えな。よし、レベルアップ、下っ端ちゃん。お、リレミト覚えた。これはここかな。いや、もう全然わからんわ。これはまたベギラマとイカズチの杖のコンボで一掃しよう。ミックスの方が早いね。いや、ただ金はたまりそうだな、この塔の攻略を終えた後には。いや、長いんだけど。黄金ヘッド3とかね。おお、金。おっと、グレムリンがちょっとめんどくさいな。ベギラマ唱えて、アンデッドマンの団体さんは消えてもらおう。一発で倒せるね、いいね。残ったか。右が確かにね、ちょっとダメージ量が少なかったからね。どこにいるんだ俺は今。黄金ヘッドはちょっとさすがにベギラマを使うのはもったいないからね。2体を倒してくれれば残りはミックスと手下で始末する。で、ここは行ったことないところだからね。ドラゴンくらいはね、
めっちゃ雑魚だからね。いや長いな。また黄金ヘッド。テパの村のさ、南の塔がさ、ここまで長かったらかなりきつかったよね。地獄の使いがほんと異常だから、ベギラマオにね頼りきるのはわかるわ。地獄の使いくんも命の木の実とか、これだけ来て命の木の実かっていうところはあるけど、まあ後でドーピングしておきましょう。グレムリン、ゴーゴンヘッドは攻撃のイカ槌の杖でいいかな。でした。よし。でミックスで、うおー、めんどくさい。下っ端もでも3しか食らわないんだ、グレムリンごときだったら。ほんとさ、この出現率の高さ。手下はこれあれかな、やっぱり祈りの指輪を使わないとちょっときついかな。10か、まあまあまあだね。福引き剣とかアンデッドマン福引きしようとしてたのかな。俺も一等目指すぜみたいな。これどっか行けないの。行けない。いやこっちじゃないってこと。ゴールドオークは普通に倒そう。ホイミ、無駄無駄無駄。げえ、結局攻撃を食らったか。下っ端はちょっと回復させておきたい。薬草使おう。あれあとどこ、こっち来て、もはやどこにいるんだか全然わかんない。いいねいいね。あの階段なんだっけ、この階段もなんだっけ、どっから来たっけ、そもそも。いや倒せなかったか。この上に登って、ここはマジ意味ない。いけないから意味ないでしょ。じゃあちょっとあっちの左に行くか。イカズチの杖じゃ倒せないかな。あ、倒した。30を超えれば倒せるけど、まあ稀だからね、30超えるのは。来た。火の息が若干めんどくさいんだよね。でも水の羽衣の効果があって、下っ端は全然食らなかったね。手下のヒットポイントを回復させとこう。もうちょっと下っ端はホイミ系しかほぼ魔法を使わなくなったんで、バギーを使わなくなったからね、イカズチの杖を手に入れて。これ何、どうなってんの。おお、なんかそれっぽいとこに出てきたよ。これはもうベギラまで行こう。ほらほら、一番左と、うわ、全体的にダメージが通らなかったな。ベギラマにかかってる。2体か。まあ、ただ攻撃は強そうな剣持ってる割には強くないからね。レベルアップ。手下、よしよしよし、それなりに上がったね。どここれ、マジでどここれ、なんかループしてる、そんなことない。なんかすげえ上に上がってきてるけどさ。
いや、ここの塔はほんと広いな。ちょっと長くなりそうだね今回。まあ、ここの塔が終わったら終わりにしますけど、いけるかなと思ったんですよね時間的に。こんなにね長くかかるとは思わなかったんで。あ、なんかいる、なんかいるよ。よしよしよし。ラリフォーハンドとかすっげえ今更だな。おりゃん、てかグレムリンとかさ今下にいたしね。あ、なんだ、おお、ここに消えてったってことか。なるほど、老人がいる。おりゃん、アンデッドマンそれなりにヒットポイントはあるからな。うお、60超えでも倒せないか。そうだよね、ベギラマ一発じゃ倒せないからね。首危険お前の無念は俺が晴らしてやる。いやいや、何も言われなくてもジジイには分かっておりますとも。旅の人、ほほほ、ついてきなされ、紋章のある場所へ案内して差し上げましょう。怪しすぎだろどう考えても。てかさ、階段2つあるんだけど。ん？ああ、こっちに来いってことね。こっち行くとどうなんの？階段だからね、ワープするっていうことじゃないから、入り口に戻されるとかね、そういうのはないでしょう。気になるから行こう普通になんもねえわ。でこいつのさ行動いちいち見てないといけないの。ドラゴンフライ気づいてない。サクサク行こう、イカズチの杖で。30じゃ倒せない、30は超えないとダメか。宝箱、お、魔除けの鈴。ただ全員装備してるからね。もうで、まだ行くの。ドラゴンフライ もう攻撃のが強いからな。ミックスと手下は、あ、そうか、でも手下はベギラマがあるからマジックパワーを消費するけど、ベギラマ使うのもありだな。いや、長すぎでしょ本当に。サーベルウルフ、おお、かわされた。しかも20、14、全然倒せないわ。攻撃力はちょっと高いね、下っ端がそれなりに。え、サーベルウルフとかこんな攻撃かわしてきたっけ。回復させるか下っ端ちゃん、自分で回復しよう。別にさ、あんまり案内してもらうような道じゃないよね。最初の階段をさ、まあ、どっちだってなるくらいだけど、間違えたらさ、あ、なんもねえやって言って終わるだけだからさ。宝箱がある、いろんなやつが出てきた。サーベルウルフ、イカズチの杖、よし倒した。手下がちょっと食らった今。手下の防御力もなんとかしたいね。いや、このさ、モンスターの量、本当になんとかしていただきたい。どれだけ溢れてんだよ。攻撃でいけるかなこのゴーゴンヘッド。下っ端のいい感じの杖、4、無理だったー。おとなしく使っとけばよかった。3ダメージプラス
プラスしても無理だったね。で、さあ、あの宝箱を開けなされ。中は空っぽだった。けけけ、引っかかったな。ここがお前たちの墓場になるのさ。4人もいるのか。しかもグレムリン。なんでさ、3と1なの？こいつ仲間外れになってんのかな。普通のグレムリンだね。別にさ、なんてことはない。ただの敵だよ。なんとグレムリンたちは紋章の一つを隠し持っていた。星の紋章を手に入れた。やったぜ。これで 1,2,3,4,5。 あれ、紋章って何個あんだっけ。もうちょっとここを探索する気力は残ってないんで帰りましょう。どこがいい。どこでもいいんだけど、ムフンペタとか。宿屋が近くにあるからね。お金が超溜まってる。あとはちょっと道具を整理して光の剣を買いたいね。そうするとというところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。